工房大師空海12佐賀天皇と空海。空海の書いた目録の美しい文字を見て、佐賀天皇はなんと美しい字なんだろうと感動しました。目録を見て、うわ、すごいと思ったのは最澄と佐賀天皇ですが、二人はそれぞれ見るところが違っていました。 最強は目録の中身佐賀天皇は目録の文字でしたさて季節は夏から秋になりました空海のもとに手紙が届きました調べ物をしている空海のもとに帝からの手紙を持った役員が来ました佐賀天皇は等文化や美しい文字が好きでした 佐賀天皇は言いました。空海そなたが東洋に持ち帰り献上してくれた漢字の刺繍は実に素晴らしい有名人の名言中世絶信号の中からどれか書いて屏風2行に立ってきてくれたら嬉しいな空海君の内地調子楽しみにしてる空海はその手紙を見て思いましたカド、楽しい方だ しかもどれを書くか私に選ばせて私の器量をそれとなく測っている空海は摂舌信号の知朱の中から2つ選び佐賀天皇のために書きました屏風2条に仕立てて佐賀天皇に進展しました佐賀天皇は空海の選択のセンスと文字の美しさどちらも気に入りましたその後空海は 唐より持ち帰った墨や私文など頻繁に帝にプレゼントしましたそれから半年ほどした翌年の夏のこと高尾山寺にいる空海のもとに佐賀天皇から手紙が届きましたなんと東大寺の別途を責任者に命じられました大抜擢ですこれは四季山 縁起絵巻きに唯一残されているのの大仏伝の樹です空海が見たのはきっとこの大仏殿だと思われますさてその頃、政治がとても不安定でした複数個の変が起こっていました退位した春の兄がもう一度天皇に戻り奈良で都を建てるというのです。 このままでは国が2つに分かれてしまう国の一大事でした空海は佐賀天皇の許しを得て高尾山寺で珍護国家の修法を祈りましたそれは慶華歌唱のらに師匠の福岡から伝授されたもので何日も不眠不休でごま法要を を行い念うするというものでクスコの変は無事鎮静しました。佐賀天皇はほっとしました。そこで佐賀天皇はその他の腕を見込んで頼みがあると言いました。無実の包みを着せられた俵賀らの恨みたたりで疫病が絶えないと噂されている空海。 沢田親王が幽閉されていたお徳に寺に別当として住んでくれまいかご両を沈めてくれ空海は佐賀天皇に言いました「いかど謹んでお受けいたします空海引き受けてくれるか助かる」。 空海は、クスコの辺の翌年、後二年から半年にかけて別途を止めました。目の前に現れることを一つ一つ丁寧に対応して、嵯峨天皇からの信頼が厚くなりました。そんな時、お得に寺にいる空海の下に最長が訪れてきます。 この続きは次回どうぞお楽しみにチャンネルドアノブがお送りしました。